キロワット時はエネルギー、仕事、熱量、電力量の単位であるワット時となる。英語ではキロワットアワーという。英国の古い表記ではボードオブトレードユニットである。ただし、特定の1時間あたりの電力量が1キロワット時であっても最初の30分間に0.8キロワット時であれば30分あたりの電力量が0.8キロワット H と表現する場合もある。 これは最大需要電力に単価を乗じて電気料金を算定する際に用いられ 0.8kWh を2倍した上で試写後入し、最大需要電力に kW とするものである。kW 時は電気エネルギーの単位としてよく用いられる。電力の単位として W を用いることからジュールで表すよりも理解しやすい。時が SI 併用単位であるため キロワット時も SI 併用単位ということになる。SI の一物理量一単位という理念からすれば、エネルギーの単位にはジュールを用いるべきとの考え方もある。日本の軽量方法では仕事、電力量の単位としてジュールともにワット時の使用を認めている。1ワット時は電力量としては小さいため、用いられる場面はほとんどなかった。しかし、 電気自動車の一般化に伴い、効率の目安として、WH、キロメートルという単位が、初元表やカタログに表記されるようになっている。1キロメートル走行したとき、消費電力の少ない車両の方が、WH の数値が小さくなる。内燃機関自動車でいう、燃費に相当する概念で、電費と呼ばれることもある。また、本来ならば1キロワット時以上は、メガワット時。 キガワット時などとすべきであるが、統計上は電力量の単位として、通常はキロワット時を用いており、大規模な発電所の発電量は億キロワット時を用いて表している。計量法別表1仕事、熱量、電力量の欄、法令検索計量単位例別表第1仕事、熱量、電力量の欄、ジュールまたはワット秒の3600倍、例えば、 エネルギースタティスティックスやブック運だた。ありがとうございます。